こんにちは、じゅんちゃんです。ピットです。今日は最近ね、身近にいる人たちからマジで謎になんか運気が上がってる気がするんだがみたいな、そういうご報告をねすごくたくさんいただいている一つの習慣っていうのかな、まあある意味本当になんか最強の習慣といっても過言ではないんじゃないのかなとはちょっと思ってるんですけどね。そんなお話を今日はさせていただこうと思います。日頃過ごしていて、ちょっとでもなんか運気が上がってる気がするなって思ったりだとか、なんか自分自身がすごいついてる気がするっていう風に感じながら生きれるっていうのってすごいやっぱり嬉しいじゃないですか。やっぱりそのようにね、皆さんには過ごしていただけたら私も嬉しいんで、ぜひ今日のねお話も最後まで聞いていただけたらと思います。で、このチャンネルはいつも引き寄せの法則であったりだとか、あとは量子力学、そしてスピリチュアルっていうところで言われるような自分自身のこの想像力というものを使って、そして自分が発しているこの波動というものを持って自分が作りたい現実を作り上げていこう、そのようなねお話をさせていただいております。なので自分自身が本当に素敵な現実を作っていきたいんだとか、よりハッピーっていうものをね感じて過ごしていきたいんだっていう思いがある方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。で、ここからね本題になるんですけれども、今日のお話っていうのは実際に身近にいる人たちにこういう風にやると結構ね面白いハッピーなこと起きるよっていうことをお伝えしていて、本当にたくさんの方々から、いや本当になんか最近面白いこと起きてるよっていうことをよく言われるようになったっていうことがあって、そして今最近のね動画へ のコメント欄にあるお言葉であったりだとか、あとはメルマガの返信にメッセージを出してくださっている方々のそのお言葉っていうものを拝読させていただいていて、今日ねこれからお話しする内容っていうことを実践していただいたら、ものすごく本当にね今の状態が好転しちゃうっていうことが起きる方も多いかもしれないなって思って、それで今日のねお話をしようって思ったんですけど、結論から言ってしまうと、今日のお話っていうのは自分自身がその住んでいる地域を守ってくれている神様、神社っていうところがありますよね。それがその氏神さんっていう呼び方をするんですけれども、その氏神さんにせめて月に1回は行っていただきたいっていうお話と、そしてその月に1回行く時にちょっとだけでもいいからおしゃれをしていくとすごく運気が上がるんだよっていうお話なんです。最近ね私のことを知ったっていう方だと知られてないかもしれないんですけど、私自身はものすごく神社が大好きで、神社とかね日本の神様の本も出してるっていう人間なんですね。そうは言っても私自身は地に足をつけて現実的にね動いていくっていうこともとても大切だと思っている人間なので、神頼みだけして自分は一切何もしないっていうことを推奨したいわけではないんですね。宇宙や神様にだけ動いてもらって自分自身は何もしないっていうことをやっていただきたいわけではないんで、自分自身ももちろんこの地球というね現実世界でしっかりと動いていくんだけれども、自分も頑張るからぜひサポートよろしくお願いしますっていうような、その宇宙との宇宙や神様との共同創造をするっていうスタンスであると、よりねすごく運気が上がってくると思うよっていうお話なんです。通常ね氏神さんには月に2回ご挨拶に行くといいとは言われるんですけれども、やはりさまざまな事情からなかなかね自分のその氏神さんに月に2回行くっていうことが難しいっていう方もいらっしゃると思うので、私はせめて月に1回は行ったらいいんじゃないのかなと思っていて、でその時に本当にねほんのちょびっとでもいいからおしゃれをしていくっていうことをやるので、結構ねマジで本当に謎のラッキーが起きるようになるんですよ。だから例えばなんか穴の開いた靴下でご挨拶に行くっていうよりは、穴が開いちゃってるから今日は氏神さんのところに行くんだから穴がね開いてないこの靴下で行こうっていう思いで行ってみたりだとか、ガサガサのこの唇で行くんじゃなくてリップをちゃんと塗ってっていう感じで、それでご挨拶に行くっていうことをするだとか、本
当にちょっとの心がけでいいんで、自分たちを守ってくれているあの神様にご挨拶に行く日だから、あのちゃんとね、あのちょっと身だしなみあのちょろっとあの整えていこうっていうような、そういう意識でご挨拶に行ってみてほしいっていうお話なんですね。多分ね、その氏神さんにそのご挨拶に行く時ってかなり気軽なあの格好で行っちゃってるっていう時ってあると思うんですよ。それ自体も全然いいと思うし、あのピンと来た時に、あ、今日氏神さんにご挨拶に行こうっていう感じで気軽に行くっていうスタンスも全然ありだと思うんですね。私自身もそういう風なスタンスの時も全然あるから、もうそれはもう全然いいと思うんですけど、しかしながらその氏神さんにあの行くっていう時って、何らかの節目の時とかお祝い事の時って清掃していくじゃないですか。例えばじゃあ子供が生まれましたっていう時だったり、あとはなんか自分自身の会社の発展を願う時だったりだとか、あとはじゃあ七五三とかでね、そういう何らかのその節目っていう時には、神社のね、その本殿にその昇殿をして上がって神主さんとかにパサパサとかってやってもらって、あのご祈祷を受ける時とかっていうのは、あのやっぱり清掃していくじゃないですか。身だしなみをしっかりとしていくっていうことをされると思うんですけれども、その気持ちやあり方っていうものを普段からちょっとでも持って、あのご挨拶に行くっていうことをやってると、本当に謎のハッピーなことが起きるんですよ。本当に不思議なんだけど、まあでもやっぱり人間もそうだと思うんですけど、自分自身をあの丁寧に扱ってくれたりだとか、あとは敬いの思いを持ってその接してくださる方がいると、自分自身も頼られたらあの協力してあげたいって思うし、あの何かその人が困っているっていうことがあったら協力してあげたいって思うのは、まあ自然なことなのかなって思うんですよね。なのであの私の個人的な意見としては、それが神様側で起きてるのかなっていう風に感じるっていうものでもあるんですけど、ただ現実的な話であってかなり大切なお話なので、ちょっとここからのお話も聞いていただきたいんですけど、そのスピリチュアル、その神様目線で考えたらそういう風なことが起きてるかなとは思うんですけど、その今日お話ししたちょっとおしゃれをして、本当にちょっとのおしゃれをして、あのご挨拶に氏神さんに行くっていうことを月に1回でもやるっていうことをやると、自分自身のその心がものすごく晴れやかになって、そして波動が本当に上がるのが自分でわかるんですよ。なんだったらそういうことをしている自分が愛おしくなっちゃう感覚もあったりだとか、その場に神様がいてくれるんだなっていうことに、なんかちょっとこのほっこりするような、そういう状態が作られるから、本当にね、自分自身のこの振動数っていうもの、そのこの波動っていうものがとにかくこう上がってくる感じがすごくあるんです。その状態が作れるから、その後にあるひらめきっていうものがものすごくポジティブなものであって、そのひらめきに従って動いてみたらものすごくラッキーなことが起きたりだとか、その後に何らかの嫌なことが起きたとしても、いやでもちゃんと神様にもご挨拶に行ってるしとか、あとはちゃんと神様たちを見守ってくれてるんだしっていうような意識を、なんか自分自身が保ちやすくなるんで、精神的にもそうだし、そして波動が強く荒れるっていう状態が、あの人間側でちゃんと作れるから、だから幸運体質になるっていうのかな、すごくその波動は高く強い状態を維持できやすくなってくるっていう、その状況が作れるから、さまざまなハッピーなこととか、すごいラッキーっていうように、あの感じる出来事が多発するのかなとも私は考えています。なのでぜひ自分自身のその氏神さんに行くっていう時だったり、まあ、その状況とかによってね、その氏神さんに直接行くっていうことができない時には、その場でそのいつも あのご挨拶というか、あのいつも守ってくれてありがとうっていうようなご挨拶をするっていう時には、ちょっと身だしなみを気をつけてみる、神様たちへの敬いの思いを持って日頃守ってくれたり導いてくれているっていう、そういう感謝の思いを持って身につけているものというか、そういったものに気を使ってみるっていうのは、あのやってみていただきたいです。参拝方法とかね、あの細かな部分を知りたいっていう方は、あのまあ私の本をね、あの見ていただいてもいいですし、神社参拝方法みたいな感じで、あの検索していただくと、さまざまな方がこういうふうにやるといいよっていうような情報も出してくださってますし、ちゃんと
と神社庁っていうところの公式のホームページっていうところでもその細かな参拝方法などはちゃんと出してくださってるんで、細かな作法とかを知りたいっていう方々は自分自身で調べて、その氏神さんや自分がねピンときた神社にご挨拶に行ってみてください。あとちなみにね、神社に行ったりとかすると突然の雨が降ってきたり、ものすごい風が吹いてきたり、もう何だったらたまに自分がその境内だったり帰り道に転んじゃったりだとか、なんかちょっとなんか不思議な出来事とかを見たりとかもするんですけど、結構ね人間側でなんか変なことが起きちゃってるのかなって思うようなことも意外と神様たちからの大歓迎のサインだったりとかもするんで、今日来てくれてありがとねっていうところを分かりやすく人間に何が起きてんだみたいなことを知らせてくれるために、なんか様々な現象を起こしたりとかするっていうことも起きて結構面白いんで、そういうね神社に行った後とか、そこにご挨拶に行っている時なんかに起きる出来事も楽しみに、ね、行ってみていただきたいです。日本の神様だけでもなく自分にねご縁があるのかなって感じるような、その海外の神様にもいつも守ってくれてありがとうっていうような思いはぜひ皆さんは持ってみていただけたらと思います。皆さんの開運を心よりお祈りしています。じゃあこんな感じで本日ねお伝えしたいお話は以上となります。また何かねお伝えしたいことがあった時には動画アップさせていただきます。ではまた失礼します。バイバーイ。